本日、京都大学から修士の学位を授与される2203名の皆さん修士専門職の学位を授与される148名の皆さん法務博士専門職の学位を授与される129名の皆さん博士の学位を授与される585名の皆さん 誠におめでとうございます。学位を授与される皆さんの中には、三百六十三名の留学生が含まれています。累計すると、京都大学が授与した修士号は八万一千百六十八、修士号専門職は千八百四十五、法務博士号専門職は二千二百五十四、博士号は。 4万となりますご来賓のカール・ベッカー・ブラッドリー名誉教授、列席の副学長、研究課長、学官長、学者長、教育部長、高等教育委員部長、博士課程リーディングプログラムコーディネーター、研究助長をはじめとする教職員一同とともに、 皆さんの学位取得を心よりお祝い申し上げます京都大学が授与する修士号や博士号には博士文学のようにそれぞれの学問分野が付記されており合計二十三種類もありますまた7年前からリーディング大学院プログラムが始まりこれを受講し修了された皆さんの学位記にはそれが付記されております これだけ多様な学問分野で皆さんが日夜切磋琢磨して能力を磨きその高みへと上られたことを私は心から誇りに思い嬉しく思います本日の学位授与は皆さんのこれまでの努力の到達点でありこれからの人生の出発点でもあります今日授けられた学位がこれから人生の道を切り開いていく上で 大きな助けとなることを期待しています世界は今資源集約型社会労働力集約型社会から知識集約型社会へと変貌を遂げようとしていますそこでは情報が大きな価値を持ち情報通信技術や人工知能いわゆる ai が大きな力を発揮するでしょう病気の早期診断や 新しい薬の開発にすでにこうした技術が応用されています膨大なデータから AI が病院を見つけ出し適切な治療法を考案して適用しやがて医療ロボットが的確で安全な手術を行うようになるでしょう京都大学の山中伸也先生のところでは iPS 細胞を利用してさまざまな新薬の開発や治療方法の創出を実現しています 栄養価が高く安全で収量の多い栽培植物や成長が早く微味な肉の生産にもこれらの技術が役立っています自動運転を可能にするドライバーモニタリングシステムやスマートシティセンシングカメラと AI を用いた商品識別技術多言語自動翻訳技術災害情報分析技術など新しい技術が次々に 生み出されています長年の研究の末にあそれは私たちの暮らしを大きく変えると思います2045年に AI が人間の脳を超えるシンギュラリティいわゆる技術的特異点の到達を予測する議論さえ行われていますさて昨年ノーベル医学生理学賞を受賞された本学の本庄久先生は 細胞を攻撃する免疫細胞にブレーキをかけるタンパク質 p d 1を発見し画期的な免疫療法を開発しましまた。長年の研究の末に本庄先生はがん細胞が自身の持つ p d l 1を p d 1と結合させ T 細胞の機能を抑えることで自身を排除しようとする免疫から逃れていることを明らかにしました。 次に PD1 に対する抗体を作成しがん細胞の PD1 との結合を阻害して T 細胞の免疫力を発揮させがん細胞を排除する仕組みを開発したのですその成果として o p ジ v o や k e ト t r u d a といった免疫チェックポイント阻害剤が製品化され現在世界中のがん患者に使われています従来のがん細胞を除去したり破壊したりする手術や 放射線や抗がん剤を使う治療法とは全く異なる治療法でありがん治療の未来に大きな光を投げかけています本庄先生のノーベル賞受賞は地道な基礎研究の成果を常識を覆す治療法と画期的な創薬の開発という応用研究にまで広げたことが人類の救済に役立ったと評価されたのだと思います 私も昨年の12月本庄先生のノーベル賞授賞式に参列させていただきましたが羽織袴姿の本庄先生がストックホルムの伝統あるストックホルムコンサートホールでカール14世グスタフ国王からメダルと賞状を受け取る姿を見てとても誇らしい気持ちになりました山中先生とともにノーベル賞を受賞された研究者が2人も現役で 本学の教員とししてて活躍しています1949年に湯川秀樹先生が日本初のノーベル物理学賞を受賞してから今年で70年目を迎えます時代は変わり科学技術は急速に進歩したとはいえ京都大学の創造の精神は普遍であり学術研究の先導的地位も変わってはいません昨年は本学の柏原正樹先生が 生涯にわたる群を抜く業績を挙げた数学者に贈られる茶案賞そして日本が誇る国際賞の京都賞を受賞されましたこれらの先生の後に続く若い研究者が続々と出てくることを期待しております本日学位を授与された論文の報告書に目を通してみますと京都大学らしい普遍的な現象が見えてきました 多様で重厚な基礎研究が多いという印象とともに、近年の世界の動向を反映した内容が目に留まります。グローバル化に伴う異文化との交流、多文化共生、人の移動や物の流通、地球規模の気候変動や災害、社会の急激な変化に伴う政治や経済の再編、心の病を含む多くの疾病に対する新しい治療法などです。 これらの論文は現代世界で起こっている社会問題やこれまでに未解決であった諸課題に鋭い分析のメスを入れその解決へ向けて新たな証拠や提言を示すということで共通しています確かなデータに基づく深い考察から発せられたこれらの知見は未来へ向けての適切な動票となると思います タイトルを見ただけでも詳しく内容を知りたいという気持ちをかき立てられる論文や私の理解能力を超えるような新しい研究が学位論文として完成されており私はその多様性に驚きの念を禁じえませんでしたこの多様性と創造性そして先端性こそがこれからの世界を変える思想文化や科学技術に結びついていくと確信しております さて昨年10月には1981年にノーベル化学賞を受賞された福井健一先生の生誕100周年を祝うシンポジウムが本学で開催されましたその際福井先生とノーベル化学賞を同時受賞された米国コーネル大学のロワールド・ホグマン先生が来日され福井先生の思い出を語りました20歳年下のホグマン先生によれば福井先生は 独創的な方法で科学を把握し量子力学の計算を駆使しして精緻な理解に至る達人でしたそしてお二人はともに科学政策と芸術鑑賞に関心を示すという点で共通していたそうですホフマン先生はその交流を思い出しながら葛飾国際の「富岳百景」の荒波にもまれる小舟の彼方に富士山を望む版画を引き 私たちの周りにシミュレーションの大波がどんどん押し寄せてきていることについて話しました昨年世界的に注目されたニュースですが機械学習により科学者の計算がこれまでとは比較にならないほど早く正確に比較的安いコストで可能になり電子特性を予測することもこうして材料を特定することも要因になったということですさらに 簡単なデータマイニングをすれば10代の女の子に彼女のお父さんが妊娠に気づく前に紙おむつのクーポンを送ることさえできるといった宣伝をする広告代理店まで現れているそうですしかし便利なことばかりではありません深層ニューラルネットに1人の男性の写真を5枚提示したところ91%の角度でその人の性的嗜好を言い当てることができたそうです こうした技術は世論操作にも応用可能ですしこれから多くの国で分断と監視が強化されていく恐れが高まっていますほとんどの科学者は自分たちの研究が予知能力を超える何か善なるものを目指していると信じています私たちは世界のあらゆる現象を理解することに大きな喜びと安心を感じます そううした理理解にははは論理が必要であり単なる予測とと違うのだとホフマン先生は言いますシミュレーションには今機械学習や人工ニューラルネットワークなど最新の情報技術が使われていますがコンピューターが科学や物理を理解しているわけではありません常にデータセットと答えとの完全な一致だけを目指している検索エンジンなのです。 ビッグデータが共有される豊かな未来が到来すればよいのですがこれまで誰も深刻に考えたことのなかった大規模な混乱が起こることもありえますむしろ人間が担う重要な任務が減ることで不平等が今以上に増える恐れがあるとホフマン先生は警告しますさらにシステム管理の集中化は政治や経済の独裁的権力を生み出し シミュレーションは支配のために乱用されるようになると予測しますそれを防ぐためには機械のシミュレーションと人間の理解との共存を実現させる実験が必要だとホフマン先生は提案しています1964年に発表された福井先生の重要な論文を例にとりホフマン先生は数値のシミュレーションよりも人々を理解に導く理論の大切さを説いています そして現代は一人一人の個人社会そして世界のために人間が理解することの固有の価値とシミュレーションの効率性を両立させることが必要であると訴えています今後 AI と IT は人間の道徳的な生活にも浸透してくるでしょうが芸術や人間の感性が科学技術の行き過ぎを押しとどめる 最後のと波波となることは否定できません私たちは今豊かな情報に恵まれながらも個人が孤独で危険に向き合う不安な社会に生きています仲間と分かち合う幸せな時間は AI には作れませんそれは身体に根ざしたものであり効率化とは真逆なものだと私は思います情報には感性がなく目的に沿っていかようにでも 作り変えることができます情報には高い利便性がありますがそれは人間の身の丈に合ったものとは限りませんですから私たちは身体性に根ざした幸福感を賢く組み込むような超スマート社会を構想する必要がありますそれには分離の境界を超えた深い教養と時空を自在に横刊する幅広い知識が不可欠になります 本日学位を授与される皆さんは京都大学で培った高い能力を駆使してぜひこの困難な時代に英知の花を咲かせてほしいと思います学問をするにはその時代への感性を持つことが重要です加えてどんな学問を収めるにも幅広い教養と基礎が必要です未知の領域や新しい課題を発見する力は小さい頃に自然に遊んだ経験や 異分野で培った見識が育ててくれることがあるのですしかし今や世界中で科学に向き合う姿勢が画一化され特に技術と結びついて社会にすぐに役立つイノベーションのみが求められる風潮にあります自分の学問分野だけでなく他の学問の分野の知識や芸術的な感性を幅広く取り入れてそれぞれの研究者が独自の感性や 科学的直感を持つことが重要だと思います。ここに集った皆さんも、京都大学での研究生活を通じて、他の分野に広く目を向け、活発な対話を通じて、独自のアカデミックな世界を作り上げたことでしょう。それは京都大学で学んだ証であり、皆さんの今後の生涯におけるかけがえのない財産となるでしょう。また、皆さんの学位論文は、 未来の世代へのこの上ない贈り物であり皆さんの残す足跡は後に続く世代の目標となりますその価値は皆さんが京都大学の卒業生としての誇りを守れるかどうかにかかっていると思います大変残念なことですが昨今は科学者の不正が相次ぎ社会から厳しい批判の目が研究者に向けられています皆さんが京都大学で培った 研究者としての誇りと経験を生かして、どうか光り輝く人生を歩んでください。本日は誠におめでとうございます。平成三十一年三月二十五日、京都大学総長山際十一。